チュープロです。実家に帰ってきておりまして、ちょっとね、身内に葬儀がございまして、実家に帰ってきております。あ、元気です。大丈夫です。実家に帰ってきたらですね、ちょっと、ぜひ皆さんにちょっと、ご紹介したい、ものがございまして、何かと言いますと、こちらでございます。はい。コブラですよね。年代の方はご存知だと思いますが、コブラ、海賊のね、スペースコブラってやつですね。の、8巻です。これですね、プロレス的に僕の中でこの寺澤武一先生のマニアぶりというか好きなぶりが炸裂してる一冊だと思っておりまして、こちらをちょっとねご紹介させていただきます。まず、今2箇所なんですけども、冒頭ですね、冒頭、悪いやつのところにですね、ちょっとコブラが乗り込んで、コブラも悪いやつなんですけど、コブラが悪いやつのところに乗り込んだところに、電話を悪いやつにかけると、わざわざ予告するわけですね。そうすると、その人がビビってしまったと。で、悪いやつ、もうその悪いやつがですね、部下に命じて、警備を厳重にしろというシーンなんですけど、その時にかける声がですね、こちらでございます。見えるかな？見にくいかな？ペドロ・モラレスなんですね。ペドロ・モラレス、ラテンの魔評、この辺りですね。非常にセレクトが非常に渋くて素晴らしい、というふうに思っております。ラテンの魔評ペドロ・モラレス、かっこいいですよね。もう本当にロック様とかのねルーツかなというふうに思ったりもしたりとかしてるんですけども、ペドロ・モラレスっていうところになります。それからですね、これがまたさらに進みますと、悪いという奴らのところにですね、もっともっと乗り込んでいくというシーンでですね、なんと、コブラがプロレスラーに化けると、エルスカイマンに化けるですね、相手がですね、地下プロレスの帝王ガタンガですね。ガタンガ自体はもうキャラクター的にですね、ちょっと若干バッドニュースアレンっぽいんですけども、よくコブラで描かれているようなキャラクターではあると。で、エルスカイマンもですね、エルスカイマンもどう見てもマスカラ選手しか見えないような感じなんですけど、それはそれでいいとしてですね、とりあえず、ね、ここにですね、レフェリーが話をするんですけども、一応ちょっとブックのことも若干書いておきます。はい。相手がですね、先に適当に殴らせておいて、バックドロップで逆転形成、そしてフライングボディアタックで決めるというふうにですね、一応指示を出されておりまして、非常にマスカラスっぽい動きなのかな、バックドロップそうでもないねというところですが、コブラそんなんじゃ面白くないよということで、相手をですね、それだけの目的じゃないですか、ドロップキックをいきなり先制でかます。で、そこから2ドロップをかましたりとかですね。で、相手が案の定を起こって、天竜割りの水平チョップをかますわけです。で、なんでこれ楽しんでんだろう。で、相手が怒ってですね、定番ですね、ジャイアントスイング。ジャイアントスイングで、この鉄柱に頭をぶつけるっていうのも漫画の、鉄則でございますが、でもやられちゃったけど、平気だったよというところで、最後には、いいようですね、ジャーマンかけるわけです。ジャーマンですね。こんなところでございます。非常にこの辺りのパターンがですね、寺澤先生のプロレス好きというところをよく醸し出していて、非常に個人的にプロレス的、プロレスファン的神回かなと思います。コブラもともと好きなんですけども、このペドロ、この辺をリアルタイムで読んだ時はまだ小学生だったんで、ペドロ・モラレス自体も僕よりももうちょっと古いですからね、知らなくてですね、しっかりと読み返しているときに、ペドロ・モラレスというのを発見したときは非常に震えたもんです。ミシア見てるとね、結構ネットでも同じことを言及されている方が多いんですけども、このとにかく8巻、この普通ね、昔の単行本8巻は、神回でございますので、ぜひ皆さん、機会があれば手に取っていただいて、読んでいただきたいなというふうに思っております。ということで、今日はですね、寺澤武一先生、コブラ8巻、プロレスラー的に、プロレスファン的に神回だよというのを、ご説明させていただきました。ご紹介させていただきました。今日の動画、面白かったという方はですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、今日はこれで終わります。チュープロでした。